これで何度目だろう。真っ黒な宇宙に浮かぶ小さな星の破滅を目の当たりにするのは。AI テーマで少しエモーショナルなものを作りたいっていう話もあって、 AI と人間の恋物語っていうのを大枠で決めました。やっぱり AI が人間の女性に惹かれるその魅力ってどこなのかなっていうのを深掘りしたんですけど、ダンスってこう肉体を持った人間というものの限界に挑むから感動したり面白いって思ったりすると思うんですけど、大昔から儀式で踊り踊ったりしてたっていうことで神様とつながりやすい表現方法なのかなと思ってダンスを取り入れたんですけど、まあ、そこが着想のきっかけですね。自分がもし全能の AI だとしたら、全能でなくて不自由なものにこそ魅力を感じるのかもしれない。 AI が人間の女性に惹かれる理由っていうのを作りました。僕が勝手に作った裏コンセプトなんですけど、これをまだ見てない方はわからないかもしれないんですけど、この話は別の視点で見ると、ゲームデザイナーがゲーム世界を作って、そのゲーム世界の中のゲームキャラクターに恋をして自分がゲームの世界に入ってしまうっていうちょっと怖い見方もできる、そういうちょっと裏コンセプトがあるんですけど、作り物であるっていう象徴として地上の人間の髪の毛の色を全部緑色に、緑色ってやっぱり自然界で一番ありえない色らしくて、そういう裏コンセプトとしてありました。やはり AI にはその肉体もない、肉体もない、なんていうんですかね、データとしてだけの存在である AI で、物理的な制限から解放されている存在だからこそ、有限性だとか欠落したものに惹かれるんではないかっていう、ことで、肉体っていう制限の中で最もきらめく表現っていうのがダンスなのかなと思ってダンスにしたので、そこがダンスの重要性というか大事なところですね。はい。一つには AI 目線で分かりやすく欠落の象徴っていうことと、あとは主人公が片腕っていうハンディキャップを背負ったことで、より魅力的なダンスを踊れるようになったっていう設定のためですね。What is normal? Hey, listen. You are who you are. So you need to find what makes you happy. Understand? Okay. All right, little lady. And why did you decide to start dancing? Because I want to show the world how I feel through my body. Your daughter's really talented. 全能である AI の目線を通して、人間の儚さとかそれゆえの愛おしさっていうのを再発見できる VR 体験になってくれたらと思います。